男は女の奴隷であるという論を組み立てるための材料をください。女性専用車両とか、あと映画でもなくなったのかな？なんか、ウィメンズデイ、レディースデイか。なんかレディースデイみたいなのが、まあ多分なんか探せばまだあると思うんですけど、その女性だけを優遇する社会的な仕組みというのがちょこちょこ残っていて、で、男性だけを優遇する仕組みっていうのがあまりないっていうのが、まあ、結局その女性を優遇するのは当然だよねと社会の中で思われていて、で、男性を優遇するっていうのはなかなかありえないよねっていうところがもうすでに社会の中には仕組みとして組み込まれてますよっていうので、いいんじゃないかなと思いますけども。メンズデーもある。まあ、映画メンズデーもあるらしいですけどね。パチンコ屋とか。パチンコ屋なんか確かにレディースデーしかなさそうですね。なので、そういう感じで女性優遇してる、なんか事例をいっぱい集めてみるっていうので、いけるんじゃないでしょうか。